えー、今日のお話はですね、まあ、ロイヤルブレッド、まずくなったねという内容でのお話です。えー、まあ、私、ロイヤルブレッドを結構好きだったんで、あの、まあ、たまにね、その、パン、パンを買うときは、食パンを買うときは、まあ、ロイヤルブレッドをですね、買って食べたんですけれども、この10月ぐらいからですね、あの、パンの質が変わっちゃいましたよね、なんていうか、 まあ耳の部分もそうですし、パン自体もですね、なんか、その数日店頭に並べた状態の、あの賞味期限ぎりぎりのようなですね、状態のパンですよね。っていうのは、その、えー、出てきてすぐですね、店頭に出荷されてすぐのパンがですね、なんかそういうパサパサの状態になってますよね。あの特に耳の部分があれ、私的にはひどくなったんじゃないのかなと思いますね。 昔のパンだとです、ね、耳の部分もそのなんていうかすごく弾力があってです、ね、柔らかくてです、ね、あの耳の部分までその焼かなくても美味しかったんですけれどもう今のロイヤルブレッドの耳ってもう全く別物ですよねでその中のパンの自体もです、ね、あの違う、なんか多分変なものを混ぜたのかその小麦粉とかああいう原価の高騰の影響を受けて 多分混ぜ物とか原料自体に何か違うものを使ってるんじゃないですかね価格自体もですね昔の値段と比べたらその、まあまあ、今、円安ですので、まあ、それの影響ですかね。 まあ円安の影響とかもあってですね。で多分余計に高価格高騰してるんだと思うんですけれど、うーんまあ単純に値上げしてまずくなったらっていうのがですね、まあ消費者の私のまあ独断と偏見ですけれども、かずそうですね。うんまあこのチョコレートクリームはこれまあライフで売ってる安いものなんで、まあそれが 原因でまずくなったというよりは、私はパン自体がですね、まあ,あのまずくなったなと思いますね。まあもしですね、この今回のこの動画を見て、ですねいや、味は変わってないよとかですね、いや、やっぱまずくなりましたよねと思われた方、ぜひですね、まあ、コメントいただければなと思います。もしその現状ですよね、 う味がか、味も食感も変わってないよっていう方はですね、本当にそう思われてるのかなっていうのは私は疑問でしかないですけれどね、どう考えてもあの耳の食感とか味自体ですね、歯触りとかも全く似て非なる別物になってますんで、もう私はロイヤルブレッドはもうお金をゴミ,ゴミ箱に捨てるようなもんだなと思ったんでもう、もう買わないですね、このパンは。パン食自体やめちゃいましたけれどね、たまにパンは買って、うち、焼いて食べるのめんどくさいですね。 まずわざ,わざ焼かないといけないんだ食パン買う必要ないんじゃないのと思ったんで。という内容のお話でした。ご視聴ありがとうございました。